思っております。この本のタイトル、ありがとうございます、素晴らしい、であるように、この立ち上がる力というのは、私自身がですね、非常に立ち上がることをですね、諦めたヤクザだったからですね、ヤクザもですね、ある意味ですね、諦めた人だと思うんですね。ヤクザの人がいたらごめんなさいね、私はね実際にヤクザやってる時に何が諦めてたかというと、自分の人生はね、良くなるとか、例えば更生しようとか、そういうことを諦めてたんですね。で、ヤクザやってるっていうのは実はですね、自由に見て自由じゃないね。県外に出るときは必ず本部にね、県外に出ますって言わなきゃいけない。なぜかって言ったら、喧嘩があったときにすぐに抗争事件にどうって帰れないでしょ。あいつ何やってんだみたいなね。警察官も刑務官もそうですよ。県外に出ることがね、勝手にできません。もうね、自由がない。ね、まあヤクザやってらっしゃるわかるよね。本部当番でもね、事務所当番でも入ったら24時間拘束される。ね、若い時は、ね、携帯電話なかったですから、その時はね、ポケットベルも刺されてね、もう10分以内に返さなかったら坊主だとか、ね、10回やったら指だとかね、言ってね、全く自由がない。だけども、いつしかですね、ヤクザでいる自分に酔ってしまうというかね、まあ、高倉健の映画見てみんなヤクザになって映画館出てくるようなもんで、どうせ俺はヤクザなんだみたいな、言うなれば自分の人生に蓋をしてた。まあこんなもんでしょうみたいなね。で、刑務所入るとね、俺こんなところに来るために生まれてきたんじゃねえよなって考えるわけですよ。一瞬ね、一瞬なの。それはね、天使がいねえ、これこう私に教えてくれるんだね。だけどもね、黒い天使が出てきてね、お前何のために指詰めたんだよとかね、何のために入れ墨入れたんだよとかね、言うわけですよ。あ、そうか、俺ヤクザ頑張んなくちゃいけねえなとかと思ってね、それでね、人生に蓋する。こんなはずじゃなかったよねって思うんだけどもね、自分の人生のこのやってきたものね、5年なら5年、10年なら10年ね、やってきたこのヤクザ人生を振り返るときにね、まあそれを瞬間的にもうやめたっていうことだってできるし、クビになることもあるけどね、長い間例えばカルト教団にいて、それは本当の神じゃないよって信じた時にもね、こうやるんだけども、一生懸命やってきた年月をね、否定するってことになるでしょ。だから、ね、ヤクザをね、なんかこう否定するような、自分がやってきたそのヤクザであろうとね、だって正直さ、辛い時によ、あるいはまあ自分が生きるのをちょっとなんかこうな、ちょっと寂しい時にね、一緒にいてくれたのは申し訳ないけど、俺はクリスチャンでもなければキリスト教会でもなければ、ヤクザがそこにいて、そしてヤクザが飯食わしてくれたと、それを急にはしてできないっていう、その情っていうものがね。だけどね、イエス・キリストっていう方はね、人格を持った神なの。人格、神がね、僕たち分からん、目に見えないから。だから神が人となって現れたのがイエス・キリストっていう方なんですよ。だからその方は今もまた天に上げられて、十字架で死んで葬られて蘇って、そして天に帰ってまた見えないからね、蘇ったイエス・キリストを私たちはね、知ることはできないけど、知ることができるんだよ。それは聖書を読むときに、私の霊のうちで神になりたいね、神になろうとする人がたくさんいた。カエサルという人だったり、真の始皇帝だったり、皇帝っていうのは神っていう意味ですよ。神を始めた人が真の始皇帝ですよ。俺を拝め、ね、ローマの皇帝も俺を拝め、カイサルは俺を拝めって、神になりたい人間はたくさんいるけど、唯一の神が一人だったのは
一人だけ、イエス・キリストっていう2000年前、その方は天に上げられても一度人間になってくれたから、僕たちが信ずるときに、あるいは聖書を読むときに、必ず私たちに人格的な交わりをしてくれるんですよ。それで私のね、イエス・キリストのすごいところはね、ヤクザだった私の過去を用いてくれるんですよ。だから私にしか含めない人がいる。実は今日滋賀県のね、昨日おとついね、滋賀県のオリーブというね、女性の薬物中毒やアルコール中毒や、そういう DV の人とか、いろんな心を傷持った人たちにもね、施設に行ってきたんです。でも元ヤクザだからね、胸が締め付けられるんですよ。男にもなんか悪いことされたとか、人生めちゃくちゃにされたとか、覚醒剤を男から打たれたとか、例えばですよ、そういうことをすると自分の過去でも、こんなね、過去が腐った人間のね、まあ言うなればヤクザの被害者みたいな人たちもいるわけですよ。そういう人たちすらもね、私のことを受け入れて私の話は聞いてくれるんですよ。覚醒剤って気持ち分かるよね、ヤクザの事務所に出入りしてたら気持ち分かるよね。そして、奈良に行って、そしてこちらに来たんですね。過去はね、イエス・キリストというね方の素晴らしいのは、過去を用いてくださるということ、マイナスをプラスにしてくれる、これが十字架の意味ですよ。ですから、で私のタイトルのあの本も5年も前でね、随分顔も可愛いし、若いし、髪の毛があって、今ねこれちょっとハゲを隠すためにこれオールバックにしてハゲ隠してるんですけどね。だけど立ち上がるしかない。なぜならね、僕たちはいいですよ、人生にはね、試練とね、悩み苦しみね、人から踏んづけられるとかさ、いろいろあるよ、ね、裏切られることだってあるし。だけども人生はね、苦しいから人生なのよ、楽しいから人生なのよ、アップダウンがあるから人生なのよ。で倒れていいんだよ。俺も散々倒れてきたし、すっごいつまずいてきたし、ね、だけども本当の敗北ってのはね、このまんまでいいやって思う人、刑務所の中で諦めて、俺はこのまんまでいいのかなって思った。でも黒い天使が出てきて、お前何のために入れ墨入れたんだ、何のために指を詰めたんだ、そうか俺ヤクザ頑張るんだったな、だって人生を諦めるのかね、いやヤクザのままでいい、あるいは俺ずっと日当たりのまんまでいい、あるいはホームレスのまんまでいいって、今の現状で満足してたんだったら、それは敗北ですよ。せめて、まあ、今ここに来ていらっしゃる方は私は本当に尊敬する。なぜならね、希望を持ってここにやってきたはずですよ。まあ僕も珍しいね、ヤクザ、元ヤクザの牧師が来るって来たかもしれない。でもこんな雨の中ね、寒いのに来てくれた、これ本当にね、素晴らしい尊敬に値することですよね。選ばれた人がここに来てるはずです。本当に皆さんにね、イエス・キリストの皆によって祝福したいと思うんですね。その信仰によって立ち上がることができます、間違いなく。いろんな道が必ず与えられます。これ私が証拠ですって、この本に書いてある。神はね、どこにいるんですか、見えなきゃ信じないっていう人もたくさんいるんだけども、だったらクリスチャンはね、私を見てって言わなきゃダメよ。パウロはいつも私を見なさい、私に習いなさいって言ったんだよ。私見ちゃダメよ、つまずいちゃうからなんて、そんなこと言って言わないからね。本当にクリスチャンは俺を見てよ、俺も人間でつまずくこともある、手つまずくこともある、あるいはね、ずる休みして礼拝やサボりたくなる。だけどもね、どんな人間でもね、ほらこんなに俺はイエス様に従ってるでしょ、危機として教会に来てるでしょ。教会に来てるっていうのはね、世の中の人から見たらね、バカみたいなもんなんですよ。
ノアの箱舟ね、あの時に120年もかけて船作ったんですってよ。その間にカンコンカンコン ね作ってる作ってる、カンコンカンコン、裁きが来る、神様の裁きが来るぞ、神様の裁きが来るぞって言って100年以上も叩き続け、そして作り続けた箱舟の締めにして、世の中の人は何してたかっていうと、あいつバカじゃねえかって、船なんか作ってる、そんなバカでかい3階建ての天窓しかねえ、何なんだよって言ってるんですよ。この今の 現代も同じですよ。教会に日曜日来て、日曜日休みじゃねえかよって、何が見えない神様に献金して、あいつらバカじゃねえかよって、世の中はそう言ってんだ。でも私たちは霊のうちで知ってる、さっき賛美を歌ったように、やがて来るキリストのためにここにいるんですよ。皆さんね、次の世があるんですよ。ここで終わらないんだよ。これがね、私たちの信じてる神だよ。そのために来てるんですから。そして今の現状で満足してちゃいけませんよ。私はもっともっとね、羽ばたきたい。全国に、ね、行けるようになりましたけど、世界に行きますよ。もうベトナムだ、アメリカだ、韓国だ、台湾だ、いろんなところに行って、もう刑務所で引っ張りだったんですよ、刑務所。でもそこが私の両場ですよ、ね、自分の戦う場所ですよ。自分の戦う場所を知っているってすごくいいことじゃないですか。そうでしょ。皆さんにも希望がある。ここにいる以上はね、50年ももっと長いかね、酒井先生が本当にここでずっと伝道し続けてきたのは紛れもない皆さんのためですよ。ここで暮らしている全ての方々に、この永遠の命イエス・キリストにある、世の中バカじゃねえかって、あいつら日曜日なのにね、仕事 休みの日に、ね、朝早く起きて礼拝に行って、見えない神に金突っ込んでバカじゃねえかって、バカみたいなところに僕たちはね、だってね、クリスチャンってね、頭ネジ弱いんですよ。ノアの箱舟信じてんだよ。やがてキリストが金等雲みたいな雲に乗ってやってきて、笛を鳴らしながら、ラッパを吹きながら、パッパラパッパ、パッパラパッパ、パッパラパッパーつって天使と一緒にやってきて、この世を裁くって聖書に書いてあるから信じてるんですよ。世の中の人はね、霊が違うから、キリストが入ってないから、そんなのこ、そんなことあるわけねえ。でも信じてる。世の中の人が見たらね、滑稽な話でネジが緩いなって、それがね、クリスチャンですよ。でも私はその騎士がみたいなクリスチャンで大好きですよ。私は狂ったようにね、キリストを信じてますから。キリストを信じてね、何も人生が変わらないんだったら、あなたの心、私の心がどっかおかしいんです。神様は絶対に立ち上がらせてくれるんだよ。私たちの教会でね、刑務所に逆戻りしちゃう人もいる、ね、あるいはまた犯罪を犯す、ね、あるいは犯罪を犯さなくてもヤクザに帰っちゃう、ね、助けてくださいって来て、教会で生活をする、良くなったな、そして自立できたな、その後に捕まっちゃう、本人でしょ。イエス様は悪いわけじゃないですよ。でもアダムとイブの最初の罪はね、まず神様に逆らったことと、ね、アダムよ、お前はなぜその木の実を食べたか、あの女が食べさせたって責任転嫁して、ね、イブはね、いや、あの蛇が食べさせたんですよって、自分の罪を棚に上げて、あいつが悪いんだこいつが悪いんだって言って、自分の人生もあいつが悪いんだこいつが悪いんだ、自分のことを棚に上げてね、誰かのせいにしてたら人生ってのは絶対上に行かないですよ。
いつかどこかで私たちは自分というものに向き合って、自分という罪に向き合って、そして立ち上がらなきゃいけないんです。自分の罪にね、向き合った時はね、恥ずかしくってね、穴があったら入りたくなりますよ。だけどもそんなお前が俺は好きなんだって、私のね罪だってね、見つかっただけの話で懲役7年半ぐらいですよ、3回で全部もし言っちゃって全部裁判にかけられたら何回試験になってか分かんないですよ。そういうことでしょ。皆さんもね、イエス・キリストという方がね、心で犯した罪は全てやったのと同じだって、想像して女の裸を見ただけでもね、お前は勧誘を犯したんだ、それが罪だったらもう強姦したのと同じだって言うんだったら、あなたたちも私なんか特に何百回試験になってるお金だけども、そんな罪人のあなたが大好きなんだって、ヤクザの神道たちお前が大好きなんだよって、お前がいなきゃ俺は死んじゃうんだよっていう神の愛なの。だから実際にイエス・キリストは2000年前に私のために、皆さんのために十字架にかかって死んだ。これが神の愛です。死んだだけで終わらないの。苦しみによってね、必ず十字架っていう復活があるんですよ。私たちも人生の中で沈むような、死ぬような、十字架のような苦しみを味わいます。でもイエス様を信じてるってことは、苦しみの後には復活があるんですよ。これはキリストにある真理ですよ。霊的な法則ですよ。霊的な法則、この世の法則は上から下に落ちる。聖書の原理は十字架などには復活があるんで、与えたら与えられるんですよ。見えない法則が働いてます。私もね、まあ、私の救いの証をしなければどっかに行ってしまいます。私はね、ヤクザもまともにできない人間でした。できたんですよ。もう若いうちからね、幼児団体の組長代表になりましたから、ある意味では金儲けがうまかったのか、まあ悪い時もありましたけどね。あとはほら、人脈です。誰と誰の若い人になるかということでね、若い兄貴分ですけど、今中野へ私の兄貴分も一番トップですけど、そういう人脈がありました。私が強いわけじゃないですよね。でもね、いつしかね、人間ってこうなるのね。もうね、勘違いするんです。もうね、暴力団でもうちが一番強いんだよみたいな。だけども蓋開けてみたら、ただ俺は看板にしがみついただけね、誰かの威力にね、背をこうして俺の紋所が目に入らぬかっつって、今はそれが中止感になってイエス・キリストの力だみたいなね、これあるけど、昔はヤクザの看板をバーンと解体してきて、俺は強いってね、もうね勘違いしてたね。それでも散々も抗争事件を起こして、まあ散々命も狙われたりね、それだけど今こうして命あるのもイエス様のおかげです。で誰もね、ヤクザの人から、変な妨害もありませんし、西成に来た時も西成の親分さんが来てくれたり、まあ、あと意味は応援してくれるんで、助かってますけど、それこそ、ね、昔ね、もう敵対してた人はやり返しに来たらどうしようかなみたいな。だけどそんなこともなく、昔、私の教会に来たね、刑務所で帰ってきた人がね、刑務所の中で新藤先生に刺された人と一緒でした、刺されたこと自慢してました、自慢するんじゃねえよみたいな。そんなね、それめちゃくちゃなことやってましたけど、まあ私ね、覚醒剤ね、Amazon って言ってね、今ね、コンピューターでね、こうクリックすればもう宅配してるんですよ。 Amazon っていうね、システムがあるんですよ。まあテレフォンショッピングみたいな、電話一本で自宅に届けられる、まあそれのようなね、全国配送をね、薬をやってたんですよ。もうね、アマゾンの先駆けみたいな覚醒剤、それでね、刑務所に入るためにね、刑務所行ったらもういっぺんお客さんいるじゃないですか。だからね、あなたより今よりも安くやるよ、そうしてこう大きくなってたんですね。で
まあ、自分でもこう打ちますよね。あ、打ちますよねって分かんないか、まあ、打つんですよ。まあ、大きく、仕入れるときにはやっぱりね、自分で味わわないといけないんですから。それでもどんどんどんまたやめてたものはボーンとまたやり始めたら、ずるずるべったりでもうずっと毎日や覚醒剤漬けになって、で、まあ、もちろん覚醒剤漬けになったら、あ、お分かりのようにですね、ルーズになりますよね。嘘つきますよね。嘘に嘘を重ねてね、どこの世界も、いや、嘘つく人間はね、使い物になりませんよ。それでクビになりました。で、3回目の刑務所に行くときね、ヤクザの中でも波紋になってね、ちょっと波紋状態で誰も助けてくれない。最後の逮捕はですね、日本橋の井出光という、言っちゃった、ガソリンスタンド40人ぐらい囲まれて、それでお縄になって、まあ、またついてねえな、うわ、また長い長期いっちゃうな、今いっぱい持ってるしな、みたいな。ですけど、まあ、今、大連の刑務所で28年入っている私の仲間がいるんですけど、まあ、輸入で捕まって、大連の刑務所で、よかったね、これで取らなくてね、まあ、私との、その事件の後にまた捕まって、今、大連、また明日、帰ったら本とか送るんですけど、まあ、そんなことがあって、まあ、ついてねえな、今回は長いぞ、バックの130あるぞ、まあ、その友達が背負ってくれましたけど、それでね、まあ、言うなれば私はね、5月13日っていうのはね、今、紹介をやりますけど、4番目の妻がそこに座っておりますけど、まあ、別にこの4人いるわけじゃなくて、4回結婚した最後のクリスチャンも、ありがとうございます。と言いながら、私は3度目の夫でございます。それでね、5月13日、3番目の奥さんの誕生日だったんですよ。それね、朝まで爆死しちゃって、もう黄色い太陽昇って、うー、やべえ、今回全部巻き散った、どうしよう、よし、叩き切っちゃおうか、ね、金返せってね、お前、誰から金巻き上げたんだ、誰、もうやっちゃおうかなみたいなね。でも今日誕生日だし、でもあそこの店はガード稼いな、うん、とかって思って。という時に、まあ、帰ろうや。で、なけなしの2、3000円持って、昔、タバコ安かったんですよね。女房が吸ってるタバコワンカートもあって、誕生日プレゼント、タバコワンカートも、しけてんなーみたいな、もうでも爆して負けちゃったよ、みたいな。俺、車に乗った。ね、そしてガソリンスタンドに行った。40人で囲まれて、お縄になった。ね、ついてない5月13日なんだけど、私にとっては記念日になりましたよ。それはね、この諦めていた私の人生の蓋を取った日ですよ。神様が介入してくれた、私の人生に介入してくれて、ね、逮捕っていうね、私にとってはお先真っ暗な、ね、出来事が実は自分の希望の光であったってことなんです。今振り返ってみて、でも自分自身がですね、聖書をその後読んで、まあ、3番目の奥さんがね、別れたいって言うからね、じゃあ聖書持ってこいって言ってね、読んだの。そしたら、エゼキエル33章の10節にこうあったんですね。聞いててくださいね。神は悪人が死ぬのを喜ばない。かえってその悪人がその態度を組み改めて、生きることを神は、私は喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前の悪しき道から。エゼキエル33-11、3311とね、エゼキエルはうんこが出てきますから、うんこの3311と私は覚えてる。そうする、ありがとうございます。それがね、それで私の人生はね、変わったんですね。で、それからですよ、じゃあ、信じた人間はどう生きるべきか、これが本番ですよね。信じたら性格が変わる、いや、考えを変えなきゃいけないですよ、考え。そして私たちは、じゃあ信じたものはどのようにして生きるべきなんだろうかということで、旗と腹を決めなきゃいけないです。腹をくくんなきゃいけないんですよ、ね、
どんな状況にあってもですよ、今のこの暮らしをどう変えよう。イエス様は、ね、人格を持った神ですから、それを成し遂げてくださいます。私はね、裁判の時にね、こう言ったんですよ。もうヤクザ辞めるし、ね、もちろん覚醒剤辞めるつもりですと。そうさせてね、裁判官が、まあ、何度も僕裁判してますよ、4回も5回もね。そうするとね、新藤さん、あなた前の裁判でもこの前の裁判でも言ってますよ、同じこと。どうやって信用したらいいんでしょうかって言うから、人間の神には分かんないけど、神は私をご存知ですって言って裁判が終わったんですよ。当たり前ですよね。人生弱点やめましたね、クリスチャンになりましたって言ったって何の実績もないんですよ。でも人生なんていうのは毎日毎日毎日の積み重ねですよ。クリスチャンだって毎週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 礼拝の積み重ねですよ。そして自分というものを認めてもらうというか、信用を取り戻すっていうことじゃないですか。いつでもやめることができるんですよ。やめた、ああこんなもんやめちまえって。でも私には明確な神様との約束がありましたよ。刑務所に入ってね、私イエス様を信じて刑務所に入りました。そしたらね、松江刑務所にね2年半いたんですけど、松江刑務所ね面白いんですよね。警察の OB とかね、警察庁の OB とかが講演会に来てね、なんか難しい話するわけですよ、消防庁の人とかね。だけど受刑者が求めてるのはね、そんなエリートの話じゃないんだよ。親の顔も分かんねえとかね、学校もまともに行きたいのに学校に行けなかった人間が刑務所にいるのに、親の金で大学入った人間の話なんか聞かないよ。だから神様に言ったら、僕、私がね、もし本当にクリスチャンになれて本当に社会復帰できたらね、刑務所で話させてくださいって。今現実でなってますよ。日本の刑務所はね、過去ばっかり見るから、元暴力団の新藤達也ばっかりクローズアップするから年に1箇所ぐらいしかできないんだけども、ハワイなんか行ってごらんね、行って次の日に刑務所で話させてさせて、どうぞって今見てくれるから。私たちは今を見てあげなきゃダメですよ。過去なんか見てたってしょうがない。過去はもう1秒過去はもう全部食い改めたら終わりですよ。そうでしょ。日本はまだまだね、私をね、あの刑務所、刑務所、私を本当にね、入れてくれないの。言ったら、いい働きするんだけどね、なんて自分で言ってるけど。でも明確な、なんで私はその努力することをやめなかったか。受刑者たちを助けたかったんです。ヤクザ辞める人間が辞めたいって言うんだったら、それを手助けしたかったんです。本気でやめたいんだから。今もその働きをしています。で、僕たちはね、何が一番必要かと思うのは、信じてあげる誰かになるってことなんですよ。そして手放して喜んであげる、その人の構成を。ここはそういうとこですよ。坂井先生ご夫妻はね、本当にそのことに命をかけてここで踏みとどまって、そして何十年も忠実に働かれてるんです。見えない神を信じてる私たちは、見えている人間はもっと信用しなきゃいけないですよ。そうでしょ。信じるってことのね、戦いって神だけじゃなくて、その人を信じてあげるっていう戦いを私はいつもしています。働いたことのない人間が、私はどかたをしながら、どかたしちゃいけないのが今ね、日体労働しながら働きましたよ。10歳も年下の人間にアドレス使われてね、おい、しんどーって言われて、しんどーさんって最初言ってくるよ、ヘマさんとか、あーって言われて、へめえこの野郎ってみたいなね、なります。だけども、俺は何しに来てるんだって、考え方をまず変えないと。俺はヤクザだ、なんだお前服脱いちゃうぞみたいな、頭にはこういう頭残りますけど、イエス様のことを思ったらね、自分はなんでヤクザをやめたの、なんでクリスチャンになったの、明確なね、
人を助けたいって。でもまず順番がありますよね。自分が良くならないと、自分が助かってないのに誰も助けられないですよね。まず自分を助けることに専念していただきたいと思います。なぜなら私のような過去があっても、皆さんみたいな過去があってもどんな過去してないけど、ね、その過去のある人じゃないと共感できない、あるいはあなたでなければ救えない人がいるんです。人それぞれ神の計画があるんです。偶然に精子と卵子がぶつかってできた代物じゃないです。どんな憎たらしい親だとしても神の計画の中で私たちは生まれてきたんです。そのことを信じて希望を持って生きていってください。そしてこのままでいいという嘘を踏んづけて立ち上がってください。そのためにここに坂井先生そしてスタッフの方々がいらっしゃいますので、ぜひ相談に乗っていただきたいと思います。お祈りします。神様、ここにからありがとうございます。この人たちはあなたが選んだ、そしてあなたが愛してやまない、あなたが幸せにしたいって思う人たちがここにいるんです。今イエス・キリストの名前によって祝福したいと思います。神様、今経済的な問題、また肉体的な問題、あるいは人間関係の問題で、とにかく問題がある人たち、今祈ります。その問題が一つ一つ解決してきます。何よりも自分自身の問題について自分と向き合うことができる。自分の罪という問題、あるいはイエス様をいつまでも否定してきた罪を悔い改めることができるように助けてください。主は生きておられます。神は生きておられます。私たちの味方です。そのことを信じることができるように助けてください。今日のこの時をありがとうございます。大阪旧礼会館をイエス様、あなたの血潮で覆います。あなたの霊で包みます。ここに入ってくるものが本当に希望を持って入ることができる、また出ていくことはまたさらなる希望を持って自分のご計画を知ることができるように助け導いてください。今日奉仕されている全ての方々、あなたは豊かな油注ぎがありますよ。イエス様の名前を通して信じてお祈りします。アメン。ありがとうございました。もう一度お待ちください。今からですね、お祈りをしたいと思います。今晩のメッセージを聞いて、私もこのままではええやという思いから解放されるようですね、祈ってほしいと。